岩田清文2月3日隊は、日本の陸上自衛官。第34代陸上幕僚長。徳島県出身。一等陸様での職種は、気候下。初代統合幕僚長を務めた、千崎はじめ陸将以来10年ぶりとなる、北部方面総監からの陸幕長就任となった。北部方面総監時代の要望事項は、任務即応、訓練生、至る、地域連携。 約3年にわたり、陸上幕僚長を務め、次期統合幕僚長の候補と目されていたが、在任後期には数多くの重大事案が発生。最後は、北部方面隊の差別演習場において、隊員による小中5者事案が決定打となり、同事案の管理監督責任を取る形で退官に追い込まれた。選択出版によると、陸上自衛隊の制服を、 2018年末に現行のモスグリーンから統合幕僚幹部のイメージカラーである紫色に変更する構想は東爆長を狙いながら優待を余儀なくされた岩田の置き土産であるとされる。他、週刊ダイヤモンドによると陸上自衛隊の特別儀状隊の制服が52年ぶりに変更されたことに続く第二陣として上層のモデルチェンジが行われる予定であり。 陸上自衛官13.9万人が対象となる。新制服は統合幕僚幹部のカラーである紫色に変更されるとされ、新制服への変更を強く押したのは昨年6月に退任した元陸上幕僚長であるとされている。ありがとうございます。